ベイブレイ。ベイブレードの組み立て方。ベイブレードはブレード、ラチェット、ビットの3パーツでできています。組み立てる際は初めにブレードとラチェットを組み立てます。ビットは最後に組み立てるようにします。ラチェットカバーの三角 R とラチェットリングの三角が揃っているか確認します。揃っていない場合はラチェットカバーとラチェットベースをこのように持ち、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。ブレードとラチェットを重ねます。ブレードの裏にあるラチェットカバーと同じ形のへこみにラチェットカバーを合わせるようにしてください。ブレードを押さえながらラチェットリングを矢印の方向にカチッと回し、ラチェットベースの R とラチェットリングの三角が揃うようにロックします。最後にビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。組み立てるとギアチップとビットが連動して動きます。ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットが回るか確認をしてください。ベイブレードを分解するときは必ず最初にビットを外してください。ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。ベイブレードがバーストしたときはそのままでは組み立てられない場合がありますので、ラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。その際ラチェットカバーの三角 R とラチェットリングの三角が揃っているか確認して組み立て直してください。